どうもこんにちは、埼玉で音楽講師をしたりサークル主催をしたり、会社の経営代表をしております、ともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、オリジナル曲をなぜこんなに進めるのかについてお話をさせていただきたいと思います。この動画ではね、よくギターの話とか音楽活動の話とかするんですけど、その中で結構強調しているのが作詞作曲、あとオリジナル曲作りましょうと、私のレッスンの方でもね、結構そういうのはおすすめというか、私もシンガーソングライターなんで作って歌ってでライブしてみたいなところが結構メインなんで、それもあるんですけど、そのオリジナル曲を作るのがなんでそんなにおすすめなのっていうことをちょっと今日はお話ししたいと思います。この動画のね、他のチェット見ていただけるかどうかわかんないんですけど、シュハリというお話をしたことがあると思うんですけど、ちょっと軽くおさらいしますが、まだいいや。シュハリとは、シュ、基本を学ぶ時点ですね。シュハリのハは学んだ基礎を応用する、シュハリのリは、基礎を学び応用して、その後自分ならどうするかっていう、シュハリのリっていう考え方あります。で、このシュハリのベースで言うと、このシュハリのリが、指で見えない、このオリジナル曲になるっていうことですね。別に図いらなかったかもしれないんですけど、基礎を学びます。いろんな曲をコピーして、好きな曲をいろんな演奏をします。で、そこで技術とかコードとか、メロディーとか綺麗なメロディーラインなんかを学びます。で、学んできたものを今度は自由に、フリーセッションなんかそうですよね、結構その仲間 と、ドラムギターベースとかボーカルがもう曲を決めずに自由に演奏する、もうそれは多分その場で今までやってきたコード進行とかフレーズなんかを、歌なんかでもいいですけど、そのまま即興で演奏することですね。これは結構その場だけですけど、オリジナル曲を一瞬作ってすぐ消えちゃうみたいな、そんな感じではあります。これは、シュハリの派ですかね。で、やっぱり自分で学んだことでいろんな試してきました。で、それを形に残したい、で自分なりの創意工夫を注ぎ込みたいっていうのが、シュハリのリ、オリジナル曲になります。例えで言うと、よくレッスンでもお話するんですけど、花火あるじゃないですか、打ち上げ花火ドーンっていう、あの花火も結局、作りますと、作り方を学びます。師匠からね、多分学ぶと思って、私作ったことないかわかんないですけど、花火は師匠から花火の作り方学びます。で、自分で花火を作りました。ここまでは主派です。で、花火を打ち上げてドーンで完成っていうことを聞いたことあるんですけど、その歯の花火で打ち上げてドーンがない状態がオリジナルを作らないっていうようなイメージだと私は思ってます。なので、その花火作ったら打ち上げてドーン見せようっていうことをおすすめしたいということで、オリジナル曲作詞作曲をおすすめしております。で、一応ね、作詞作曲オリジナルを作ることの、メリットというか、作ったら何のがいいことあるのっていう、今花火の例えで言ったんですけど、曲オリジナル曲を作った時の、メリットっていうと、ちょっと言い方汚いですけど、良いこと、自分にとって良いこと3つ挙げたいと思います。まず1つ目ですね、まず一番、これがもう私がおすすめします、自分と向き合うことはできるということですね。これはオリジナルを作っている段階で一番感じられます。やっぱりオリジナル曲、自分の曲なので、今自分が何を感じているのか、どういった曲を作りたいのか、でどんな雰囲気の曲にしたいのかっていう、今までのものをインプットしてきたものをやっぱりいろいろ思い出して、で何を使いアウトプットしたいのかって、自分でこう、何でしょう、自分の中の等身大の気持ちと、あと自分の技術知識と全部こう混ぜて、でこうやっぱり思うわけですよ、自分は今何ができるんだろうって。ちょっと哲学的な言い方になっちゃいましたけど、一言で言うと、自分と向き合えるということです。借りてきたね、どっかの歌詞とか、何でしょう、盗作じゃないですけど、聞いたことあるようなメロディだったら、それオリジナルじゃないので、コード進行は実は同じコード進行を使っても著作権ないんであれですけど、メロディーと歌詞はやっぱり真似ではダメで、自分で本当に思ったことを素直に出すことが
すごい大切なので、まあ、本当に向き合うことは必要になりますと、まあ、これは本当にいい経験になりますということ、メリットとして1ポイント目に挙げさせていただきます。でポイント2つ目ですね、これは作品を作って完成した後、客観的に自分の作った作品を見られるということですね。まあ一応形に残せるので、まあ、例えば CD とかにねその音源を入れて自分が作った曲として形に残せるので、まあよくねこのオリジナルの CD はバンドマンとかね名刺代わりってよく言われますけど、まあ形に残せる、まあ、メリット、それはもうそもそもそれがメリットですけど、まあそれをこう一回形にしちゃうと今度自分がそれをこう作り手から今度視聴、聞く側に回れるので、もう出し切りました、もう自分が思いっている気持ちとかもう技術とか全部を出し切って曲を作りましたと。でその作った曲を一回出して、でそれを一旦今度は自分が作ったんですけど、自分がお客さんとしてそれを聞いて、あ私はでもまだこれはまだ伝えきれてないなとか、そのあこれは結構うまくいったなみたいな、こういいとこ悪いとこあると思うんですけど、それを本当にもうリアルに客観的に自分の今をこうありありと感じることができました。1番目のちょっと自分と向き合うとちょっと似てるような気もするんですけど、微妙に違うのが2番目の客観的に見るっていうのは次に進むための、まあ、自己反省みたいな部分がありますね。自己内省と自己反省、ポイント1が自己内省で、ポイント2が自己反省。反省は次にどうしたいかっていう判断材料になります。これ2個目ですね。で最後3個目、これは最後に打ち上げ花火と一緒ですね。要するに、まあ、メンバーバンドメンバーがいればメンバーに共有できるし、ライブでお客さんに聴いてもらうなんかして、その何でしょう、自分のオリジナル曲を聴いてもらうっていうこの体験だけでもうメリットです。とても感動します。もうやっぱり上手い下手とかまだまだ表現できてないなとか、言いたいこと自分で自分の反省点はいっぱいありますけど、とりあえず完成させてそれを演奏できて、でそれを誰かに聞いてもらえるっていう体験はもうこれはぜひやっていただきたい。もうそれはすごい感動です。そのためだけにもうオリジナル曲作りましょうっていうおすすめをしているようなものと言っても過言ではないので、ポイント、あ、メリット3つですね、オリジナル曲を作るメリット3つ、ポイント1、自分と向き合うことができる、内省できる、ポイント2、自分の、心を客観的に見られる、反省ですね、次に生かせるための反省ができる、ポイント3、自分のオリジナルを聞いてもらえる、もう感動経験をぜひしてくださいっていうことが、オリジナル曲をおすすめする理由でございます。まあ、このね、オリジナル曲はもう一言に作りましょうよ。だって、作詞の作るコツとか、作曲にはメロディーのどういうコードが合うとか、音楽理論とか、あと楽器の演奏なんかも、必要なことっていくつかあるし、すぐにはできないですし、ちょっとねこの動画の他にも私がいつもどうやって作ってるかっていう作詞作曲実演編なんていうのもちょっと動画で上げようと思うんで、それも参考になればと思うんですけど、やっぱりね作れるようになるまでは、先は長いんですよ。なのでもちろんレッスン興味があれば来ていただければいいですし、こうやって動画なんかコメント欄でもねご質問とかあればお答えできる範囲でご返答させていただこうと思うので、作れるまでは大変ですけど作れるようになった後の感動はもう半端ないですよっていうお話です。ちょっとね身も蓋もない話になっちゃいますけど、オリジナル曲はおすすめですということですね。一応この考え方を普段の生活とかで言うと、例えばなんかニュースの話とかでね、いろいろこう知識すごい豊富な人いますと、あれはこうだよね、これはこうだよねってこういろいろ評論する人がいるとします。でも結局評論するその人の意見はどうなのっていうところが抜けてたりする人たまにいませんか？なんかその一般論とか正論を言うんですけど、あなたはどう思うのっていうことがなかなか出ない人、いわゆる主体性ですね。自分はこう思っててこういうふうに考えるんだけどっていう、こう自分のことをしっかり伝える癖というか力、これもオリジナル曲作りとかなり通じます。これはオリジナル曲は音楽だけじゃなくて普段の生活にも応用できるっていうことなんですけど、あとはそのコミュニケーション能力、やっぱりその自分の気持ちをどうやったら形にしてどうやったら伝えるかっていうことをすごい考えるので、当然普段の会話でもそうですよね。YouTube なんかももろバレですけど、私のオリジナル作成能力が伝えようとするコミュニケーション、相手にどうやったら伝わるかなっていうふうに考える力になる、これもオリジナル曲作りの
メリットでもあります。まああともう一個だけ言うと、例えば曲を作るときにバンドメンバーとかチームで一緒になって作るとき、まあ、基本歌詞とかメロディは自分一人で作って、まあ、土台を作って、でそれをバンドに投げて他のドラムとかベースとかギターのアレンジをしてもらう、それをみんなでやるって感じなんですけど、そのみんなで一つの作品を作るっていうこと自体が、まあ、やっぱりとてもいい経験というか、まあ、チームビルディングじゃないですけど、まあ妥協せず自分の作りたいイメージは妥協せず伝えて、でも現実的にできる方法論をみんなで話し合っていい作品を作るっていう、これはもうあの、まあ、チームワーク、チームビルディングにあの非常に役立つ経験になるので、まあ、オリジナル曲だけじゃなくて、ね、まあ、一応コピーとかフリーセッションでもそれはもちろんあるんですけど、オリジナルは本当にこだわりが入るんだ、自分のね気持ちをこうやっぱり形にしたいっていうこだわりがあるんで、そのこだわりを譲らずかつ具現化するためのいろんなあの壁があるんですけど、それを乗り越えながら最終的にいい作品を作るっていうこと、これはまあ一つあのね音楽だけじゃなくて普段の生活にも活用できますよということで、ぜひちょっとね難しそうだなと思う人でもオリジナル曲チャレンジしていただけたらと思います。今日のお話は、なぜ私がオリジナル曲をおすすめするのかというお話でございました。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとお気に入り登録もポチッとしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。